はい、どうも、哲学徒です。今回はですね、結構、うちのコメント欄でも、難しいと、なかなかクリアできないと言われてたね、ジアの、解体場の方の難易度緩和がね、来て、まあ、少しクリアできやす、しやすくなったということなんで、まあ実際ね、どれぐらい難易度緩和されたのか、見ていきたいなと思います。まあ、まずですね、挑戦する前にちょっと一応ですね、パッチノートとホットフィックスのね、内容を確認しておきたいなと思います。12月8日以降に行われた、修正としてはですね、セリグの心臓が、まあ、枯渇した後ね、まあ、無敵状態が維持できちゃうみたいな、問題があったんですけど、これがまあ、PVP エリアに関して、まず修正が入ったという形で、まあ、シーズン3以降はね、全エリアで適用されるので、まあ、セリグが今後、弱体化するよという情報が載ってるのと、あとですね、グリフの血涙のダメージボーナスが、乗算形式、つまり、まあ、今、100のダメージがあるとしたら、この血涙の効果で 2% 上がると、まあ、102% という形で上がるような形になってるんですけど、これが加算形式になってた不具合を、修正したと。あと、パラゴングリフの一部がですね、21まで上げてるものが19に下がってたりとか、15まで育ててたものが14に下がってたりっていう不具合があったんですけど、ここの部分も今は修正されていて、ちゃんと元のレベルに戻っていて、で、まあ、ノンシーズン、そしてシーズン問わずね、ちゃんと、戻ってますので、そこも安心していただけたらなと思います。あとですね、ジアの解体場のティア78をね、クリアした時にどういうわけか、紋章の粉が大量にね、もらえるという、バグがあって、まあ、これで荒稼ぎした人も結構いたんですけど、そこがね、修正されて、ちゃんと、正しい値に戻ってるよという情報ですね。で、次に、今日行われたホットフィックスの情報なんですけど、これは公式フォーラムの方で、発表されている内容になるんですけども、ジアの屠殺場のは、まあ、公開以来、まあ、ここ数日にわたって皆様から寄せられたフィードバックに感謝してますということで、で、この中で、まあ、言われていることとしては、まあ、臨時の修正で、まあ、ジアの解体場の、フィードバックに対応した修正が行われるよというところで、まず、グリフの、経験値報酬が上昇すると。ティア2以降のグリフの経験値を調整して、ジアの解体場の上位ティアに進むにつれて大幅に増加するようにしたと。これは血涙のグリフをレベルアップするのにかかる時間についてプレイヤーから寄せられたフィードバックに役立ちと、他のグリフにもレベルアップするのにも役立ったという形ですね。で、あと問題のある、まあ、特性というところで、エリートにはね、いろんな特性がつくんですけど、最後のボスのブラッドシーカーにですね、まあ、ここだとあれかな、吸血鬼とサプレッサーって書いてありますけど、まあ、日本語訳で言うと、ここのところは正規吸収ですね。まあ、敵が殴ってきた時にライフが回復しちゃう。正規吸収と、あと、サプレッサーのは抑圧者ですね。抑圧者がつかなくなっているという形なので、まあ、ボス戦までせっかく来たのに、まあ、正規吸収とね、抑圧者がついてたせいでやられちゃうとか、そういうことがなくなったよという形ですね。で、難易度とダメージ軽減ということで、まあ、特にですね、ティア1から、ティア10までの間の、ダンジョンの難易度を下げたという形で、具体的にはまあティア、まあレベル100のナイトメアダンジョン水準という形なんですけども、まあここをだいたいレベル90ぐらいのナイトメアダンジョンの水準に下げたよという形になってて、ただしティア10以上の、場合は、修正前と同じ難易度になっているという形なので、まあね、おすすめは、特に、ティア1まだクリアできてないよという方は、まずとにかくティア1クリアを目指してもらって、まあ、血涙取ってもらって他のグリフトをね、一箇所入れ替えるだけで、まあ、火力がガンと上がるので、なので、まず血涙入手を目指してもらうっていうのがいいかなと思いますね。で、これとは別に、ジアの屠殺場の全ティアで、受けるダメージを最大 20% を、減少させているという形になるので、まあ、そもそも火ダメそのものが下がってて、やられにくくなっているという形ですね。で、もうこうすでにね、ホットフィックス自体は適用されてますので、じゃあ実際どんなところなのか、やっていきたいなと思います。はい、じゃあとりあえず紋章を作ってきたんで、まあ、前回と同じビルドでやっていこうかなと思いますね。ジアの解体場のティア1ですね。よし、やっていきましょう。
まあ、実際どれぐらい変わってんのかって感じよね。よいしょ。まあ、グリフ経験値もかなりね、ティアニー以降は上がってるという感じみたいなので。まあ、育てやすくなった。まあ、かなりね、ランク上がると経験値も上がるので、そう簡単でもないとは思うんですけど、まあ、現実的な感じにはなってんのかなって感じがしますね。よっしょー。じゃあやりましょう。もっと怒りが必要だ。勝たなくては。勝たなくては。ああ、でも確かに敵のレベル144なんでティア100よりも下がってますね。勝たなくては。攻撃をまず倒して、かなり柔らかくなってますね。まだ無理だ。勝たなくて。ヒラメも確かにだいぶ楽になってる。待たなくては。それだったらエリートだけやっとって、まあ、ティアワン周回してランク上げるのもありかもね。最初のうちは待たなくては。あ、結構ティア1は楽ですね。まだ無理だ。まだ無理だ。若干闘門の出方が減ってるかな。そんなことないか。そうですね、ダメージではかなりかかってますね。まあ、これぐらいの敵に囲まれちゃうと結構危ないんで、私なんかは格攻撃は推奨なんですけど、ティア1だともう囲まれてもそんなに食らわないですね。まあ、フラグにならないように気をつけてやりますけど。おー、いいじゃないですか。まだ無理。結構ダメージ耐性がめんどくさいんで、ダメージ耐性がいたらもう優先的に行って倒しに行った方がいいですね。まだ無理だ。トモありますね。これ何？あ、爆風じゃん。これ取っとこう。あとちょっとなんだね。爆風が何気に私も上の方のティア行くと、やっぱり楽だなって感じがするんで。爆風はね、残した方がいいですね。もし、出た時は。まだ無理。まだ無理だ。待たなくては。これも攻撃だね。いいね。
よし、来た。どっちか来る。危な。あ、そうですね。ああ、やりやすくなった。むちゃくちゃ柔らかくなりましたね、敵が。まあこれ、そうね、初クリア目指す人も結構、まあ、2割ぐらいは多分楽になってきてるはずなので、うん、なんだろうな、今まだクリアできてないよっていう方もね、もし、まだやってないという方いらっしゃったらね、やってみると、クリア確率かなり上がってるかなと思いますので、ぜひ試していただけたらなと思います。まあね、ジアドと殺場も、楽しいんですが、まあ来週始まるね、冬闇の方も、かなり、面白いイベントになってるかなと思いますので、まあそこら辺もね、詳しい情報また動画で、お話ししていけたらなと思いますので、ぜひ、高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。鉄格闘でした。